二塁へ送球する。タッチしてこれは二塁アウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは6番中村。先ほどの打席はファールフライに倒れています。九里、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、さあ2球目は何か。高め、空振りです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。中村、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。さあスワローズ、追加点のチャンスを迎えています。この回での追加点はかなりのダメージになりますから、しっかり点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには尾花入っています。見送ってまずはストライクです。ファールボールです。外れました。さあ4球目は何か。ストレート打った、セカンドの左掴んだ。一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打。バッターボックスには代打の宮本。ツーアウトランナー三塁です。イッサー、ここは期待がかかってしまいますね。うん、この打席に期待しましょう。そうですね、この起用に応えたい。うん、ストライク取ってきましたね。勝負しますね。うん、そのようですね。次が2球目。釣り玉でしたけど見極めましたね。振ってきません、外れています。3球目は何で来るか。低め打った、ファースト正面抑えた。そのまま入って一塁アウト。これで3アウト。スワローズサードランナー残塁に終わっています。7回終わって2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。これから8回、スワローズに選手の交代がありました。ただいまの回に代打いたしました宮本、そのまま入る。これから8回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでカープ代打を送ります。バッターボックスには代打の松山。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。初球ストライク、2球目は何で来るか。いいまっすぐですね。はい、ストレートが決まっています。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。アウトコース打ちました。これはサードライナー。打順は1番に帰ります。バッター菊池、今日は盗塁が1つあります。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、これが2球目。低いところへ決めてきました。147キロ。打ちました、サイ。アウト、ツーアウト。
バッターは2番堂林。さっきはカットボールを打たれたんでね、ここはその使い方ですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。落ちる球、見逃してストライクです。引っ張った、これはサードライナー。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏、スワローズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。玉村がマウンド上に上がっています。先発のサイ、バッターボックスに入ります。まあ完封を目指していると思いますから、代打はないですね。そうですね。初球ボール、外れました。ボール先行です。これが3球目。いいまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。ストレート、ストライク、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の西田。ワンアウトランナーありません。インサイド打ち上げました。高い打球、左中間へ。ここは打ち上げています。レフト掴んでツーアウト。打席には2番バッター青木。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。振り遅れてますね。バッターファースト弾く、それを拾って、これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターは3番山田。今日は盗塁を1つ成功させています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッター、ここはフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。8回終わって2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。これから9回、スワローズが守りを固めます。ただいまの回に代打いたしました、西田。さあマウンド上は蔡、無失点の好投でここまで来ました。里崎さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいい、打ちました、流しました。打球はレフトへ、レフト掴んでワンアウト。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、
多少きつくなってきたでしょうか。打席には4番バッター西川。前の打席チェンジアップを打たれたんでね、それを踏まえてどう組み立てていくかですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。低め、あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。低め、これは外れます。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。ショート取った。これはショートのエラーです。ワンアウトランナー一塁です。記録はエラーということになりました。西さん、このエラーどうご覧になりますか。まあこういう展開なんでね、硬さが出たかもしれませんね。初球わずかに外れてボール。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。エンドランがあるならこのカウントかもしれない。いい当たり。セカンドうまくさばいて二塁送球。二塁アウト。バッターボックス田中。今日はまだ当たりがありません。さっきはアウトになりましたけど、いい当たり飛ばしましたからね。ここは慎重にいった方がいいでしょうね。なるほど、そうですね。ゲッツ。インサイド落ちました。この打球はファウルグラウンドへ。またファウル。ランナースタート。見逃し三振。試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ヤクルトスワローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。